はい、どうも、海です。本日もブレインダム3続きからやっていこうと思います。ではね、53から今日はやっていこうと思います。もうすぐね、自分がもともとやってた分まで追いつきますね。74ですね。はい、じゃあ今日は53やっていきましょう。プレイ。女性を怖がらせよう。あ、シャワーを浴びてる。ブラジャーとスカート全く一緒。何双子コーデしてた。ブラジャーまで合わせる下着まで。なんか、なんだこの穴。あ、ネズミ。ネズちゃん出てきた。ネズミ？え、こっち？あ、大丈夫？ネズミ。え、誰もおらん。何鍵が出てきたんだけど。え、誰もいなかったの？え、これで開けるってこと？はい。え、開く？あ、開いた。やばいやばいやばい。最悪なネズミ。そりゃ怖いわな。ネズミがあんな二足歩行でね立って鍵開けてきたら、ネズミを怖がる必要はないさ。いや、怖がる必要しかないわ。見たことないわ、あんなネズミ。すごいよ、知能。54、はい、プレイ。あ、これはね、これはね、やったことあるんですよ。ここにいます、もう一人。これなんか最近ショート動画でね、作ったんで覚えてました。30年もすれば脱出できるよ。そうね。ちゃんとね、牢屋生活をね、満喫すればってことです。満喫、言い方。彼を助け、なんかこれも見たことある気がする。これは、ほら、包丁でぶっ刺すとかじゃなく、これを食べさせる。でも、あ、笛だ、笛。はい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 。なんかこれもすごい記憶はありますね。みんな音楽が大好き。蛇さえも。でも蛇嫌いじゃないの。嫌いだからすごいぐるぐるなってたじゃん。56。ちょっとサクサクですね、知ってるところは。プレイ。正しい時計はどれ？あ、これは分かんないかも。これじゃないよね。あ、証拠を見せよう。え、証拠を見せよう。待って。たこのカーテン、あ、開いた。な、窓どうなってるのこれ。どういうこと窓。え、朝だから。え、これ両方嘘ついてる。え、あ、これ？あ、昼か、今の。ごめん、勝手に夜の1時ぐらい指してるのかと思ってた。チクタクチクタク、時計が時を刻んでるよ。はい、なんか下の方はね、0時とか書いてたよね。もう全くの嘘でしたね。時計ずれてるよって教えたい。レベル57。車を持ってるのは誰？車を持ってる、この車はどっちのかってことだよね、多分。あ、うん、ってこと、あ、鍵こ持ってるってことはこっちか。はい。え、裏のまま？え、え、ん？こっち？な、なんで？え、どういうこと？え、なんで？車があったらコートは着なくていいんだ。あー、なるほど。じゃあ向こうの人はバイクかなんかだったってことなのかな。あ、でもコートは着なくていいかもだけど、着たかもしれないじゃん。へりくつ。誰がたくさんチキンを食べた？いやー、このパターンは、この子じゃないのかな。はい。あ、違う？あ、違う。はい。はい。あ、違う。え、これ動かせるから、きっとこれを何かすると思うんですけど、猫ちゃん大丈夫？あー、猫ちゃんだよね、やっぱ。もうすんごい胃もたれしてるもん、あの猫。猫はチキンが大好き。そうなの？そうなの？ね、魚ってイメージあるけどね、猫は。ね、お魚くわえた野良猫だからね。はい。59。ジェットコースターに乗れないのは誰？なんかこの人の服のセンスめちゃくちゃいいですね。私好き、これ。これかな？なんかメーターがあるけど。乗れないのは誰？あ、ほい。ん？ほい。あ、なるほど、なるほど。これ身長測るやつね。はい。あ、ちっちゃい！ここでは大きく見えるのに。何？遠近法？はい。何使ってるんだろう。この遊園地には危険物はないね。あ、よかった。危険物がない遊園地。まあ、あったら相当怖いけどね。お客さん来ないで。レベル60。嘘をついているのは誰？ここには駐車できない。ああ、できるよ。全く逆のことを言ってる。駐車できない。ああ、できるよ。なんか、あ、ああ、ダメなんじゃない？だからこれは嘘をついているのは A です。はい。ここはね、ダメですよ。優先の場所だから。本物の黄金はどれ？めちゃくちゃどれもキラキラ輝いてますけど。あー、これでくっついたらってこと？あ、くっついた！
あ、じゃあそれが本物ってこと。え、本物の黄金だとくっつくってことなんだよね。うん、だからあれが本物ってこと。はい。そう、理解するのが遅い。本物の牛はどれ？もう本物じゃないの？この子たち。何者？この牛たちは。何？赤いものを見たら牛なんかあれだったっけ？だから A。ちょ、ごめん、曖昧だけど。じゃあ B は何なの？あれは。体重を減らしたい。はい、切実に。何か問題でも何か問題でも70% の人がもうね、すごい怒ってるよ。イラついてるよ。63。はい。彼を助けよう。凍えている。寒そうですね。めちゃ、なるほどめちゃくちゃ簡単だった。眠くなるのは普通なのか。どうした？眠れないの最近、おじちゃん、ハゲおっちゃん。64。はい。妊娠しているのは誰？みんなお腹は出てますね。みんなお腹出てるけど、誰かが嘘をついておる。あ、これで見るんだ。ハンバーガーハンバーガー食ってきた後に来たの？お寿司。君はお寿司か。はい。あー、いる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 。あい、C です。二人はただのね、お腹の食べ過ぎでした。本当に赤ちゃんがいると確信するまで、おめでとうって言わない方がいいよ。あ、まあ、それはさ、本当に赤ちゃんがいるまで、確信するまで、周りに言わない方がいいもあるんじゃないの？妊娠したってね。ちゃんと確実になるまで。はい、65。偽物のボールはどれ？偽物のボール。ポン。あ、本物ですね。はい。あ、これだ。わー、水風船かなんかだったのかな？し、偽物ではないくない？どうなんだ？パーン！冗談だよ。スワット呼ばないで、誰スワットって。ごめん、呼ばないよ、知らないから。何言ってるんだ？しかも冗談って、ジョークかなんかだったの？はい、レベル66。病気なのは誰？ジャック、アナ。ジャックとアナ。はい。これ、何？これで見る？顕微鏡。あ、顕微鏡で見る。はい。と？うえー、キモジャック、キモいのがいたって。どんなに可愛くてもダメ。危険で世界中を騙してるんだ。可愛くない。全然可愛くなかった。キモって言っちゃったもん、私。67。嘘つきの動物はどれ？私は無害。私はヴィーガン。平和が欲しい。どんな世界線、こいつら。何？すごい。左の生き物、何この平和が欲しいのやつ。ライオンとウサギなんだよね。ヴィーガン？絶対、本当にヴィーガン？ライオンだよ。ライオンヴィーガン？私は無害。お嘘つき。平和が欲しい。なんか刻まれてる。もう嘘じゃん。ウサちゃん怖いって。なんでナイフ持ってる？俺も平和が欲しいよ。そりゃもうみんな欲しいよ。みんなも平和に暮らしていきたいわ。68。紙ゴムはどこ？紙ゴム、ドライヤーでバーってスカートめくれないか。変態。どこ？こん中。あ、うん？これどうやって開ける？あ、うん？あ、もうつけてるじゃん。どういうこと？つけてたってことなの？ここにあるべきだよね。まあ、あそこにあるべきですけども、どっから湧いてきた？さっきなかったじゃん。69。はい。傑作を作ろう。なんかこれも見たことある。うわ、目が動いてる。怖い。あー、こっち見た。怖い。怖いんだけど。どうしたらいい？怖い。普通に怖い。あ、真珠？あ、これ。あ、うわ、チューしてきた。普通にホラーなんだけど。僕の肖像画を描いてみて。僕の顔は傑作だよ。まあ、確かに、ある意味ね、何年後かにね、傑作になるかもしれない顔はしてる。70。おい。この男性は、時間旅行をしてる。今は何年？本当ですね。時間旅行めちゃくちゃしてるじゃん。これもなんか見たことある気がするな。カムングソーン。3月11、2021ってことじゃない？はい。はいはい。今、その、
映画が放映されてるのかな。スーパーヒーローは誰、この中にスーパーヒーローなんか銃持ってるけど、あ、はい、あ、いたー一番前の人がスーパーヒーローだった。もう銃持ってる人が怖すぎだけどねあ、もう追いつくよ、今72だから。早い。はい、泥棒を捕まえよう。はい、あー、もうこんなん、あ、これなんか見たことある、これめっちゃ記憶ある。はいこれはね、やったことありましたね。ブレインダムゲームは好き？はい。あ微妙。あ、はいともちろん、あ、両方はいと、あれじゃん。ごめん、あの、はいといいえかと勝手に思ってたけど、両方いいえ、はいしか選べないじゃん。なんだこの質問は。本物のバイキングは誰？本物のバイキング。これ、牛使いみたいなことなんだっけ、バイキングって。待って、全然わかんない。今ずっとタップしたりなんかフリックしたりしてるんですけど全く何もならない。何するんだこれ。ちょっともうヒントマークが光り輝いてるんでちょっとヒント使っちゃおう。ヤギの角を使おう。ヤギの角、わーわわー取れた。しかもヤギだったの、あれ。角のあるヘルメットはベクソヘルメットと呼ばれている。へえ、ベクソヘルメットっていうんだ、ああいうの。なんかよくね見るよね、ああいうの。はい、戦車を手伝う。あー、これもね見たことありますね、確か見たことあるんですけど、どうしたらいい。あ、これホースをつなぐ、あれつなぐとかじゃなかった。何、なんかバケツも取れちゃった。あ、あ、これで開けるんだ。あ、あー、なるほど、大丈夫それ絶対大丈夫だと思う。自分の車を洗うのにはいい方法じゃないな。絶対いい方法じゃないし、なんなら壊れるかもよ危ないよ。あ、来た来た、こっからし、もうやったことないステージだ。やっていきましょう。75。ほい、海賊のオウムが2羽必要なんだ。海賊のオウムが2羽いるけど、これじゃダメ。海賊のオウムとは何。あ、あ、なんか取れた。あ、なるほど、これでつけ、あ、そっちには必要。あ、だからこっちだ。あ、あー、なるほど、なるほど。あの、サングラスの片割れずつ、つけたの？大丈夫？僕の海賊のコスチュームを見なかった？クローゼットにあるはずなんだ。誰に需要あれ、それ。あんたの海賊衣装、誰も需要ないで。彼が敵を倒すのを助けよう。おー、なんか、あれですね。なんていうけ、こういうの。こ、あれ、なんていうけ、こういうゲームなんか、こういうゲーム語彙力のなさ。あ、もう普通に倒していい。あ、ほら、あ、ダメだ。これ？お、モルモルモル？ほら、モルモルモルパンチ。あれ、全然ダメだよ。どうしたらいいのこれ。あー、わかった。そういうことか。ここでもう、私が削るんだ。不正じゃんこんなのめちゃくちゃ性格悪い。倒されなければ経験値が手に入るんだわあ、ちょっと悪魔ですね。性格悪いよ、そのいわゆるチートは。ダイヤを見つけよう。ダイヤ、なんかところどころ、あ、あ、鍵は何使う。鍵使うとことがなくない。これで虫眼鏡、これ虫眼鏡じゃなくない？なんか、虫眼鏡じゃないか。あ、いろいろ動かせますね。これも動か、あ、あ、あ、ここの鍵！なるほど、だから鍵が必要だったんだ。はいはいはい。鋭い直感だね。お見事！ありがとうございます。ちょっとだいぶかかっちゃったけど。78、プレイ。彼女が飛ぶのを助けよう。彼女が飛ぶのを助けよう。どういう問題だ？この鳥たちを使ってこの子を飛ばせるってことなのかなもう発想がすごい。あ、なんか出てきた。何？あ、ガム。あ、風船。いや怖い。授業中にチューインガムを噛んでいると先生に注意されちゃうよ。うわー、親父ギャグ言ってるま、なんかそれなりに微妙な感じの親父ギャグですね。